ロシア軍受刑者の活用強化、強制動員の回避狙いか。英国防省は11日、ロシア国防省が今年に入り、ウクライナでの戦闘要員として受刑者の活用を強化し、4月だけで最大1万人が入隊契約をしたとみられるとの分析を明らかにした。国民に不人気な強制的動員の導入を回避しながら、兵力を増強する取り組みの一環との見方を示した。英国防省によると、昨年夏以降、受刑者はロシアの民間軍事会社、ワグネルがウクライナでの作戦を拡大するために重要になっていた。だが、ワグネルとロシア国防省との確執が表面化した今年2月から、ワグネルは受刑者を取り込めなくなった可能性が高いという。兵士が不足しているから釈放の代わりに囚人を前線に送り込むとか発想が怖すぎる。人権とかないに等しい。何かの記事で読んだけど、無謀な突撃作戦でワグネルの囚人兵はほとんどが戦死しており、逃亡する兵も多いとか。反転攻勢、成功のための準備はほぼ整っている。ウクライナのゼレンスキー大統領、訪問先のドイツでシュルツ首相と会談。年内のロシアへの勝利に向け意欲、ロシア国内への攻撃は否定。ウクライナのゼレンスキー大統領が訪問先のドイツでショルツ首相と会談し、ロシアへの反転攻勢に向け意欲を示しました。ゼレンスキー大統領は14日、ロシアによる侵攻開始以来初めてドイツを訪問し、ショルツ首相と会談しました。ゼレンスキー大統領は会談後の記者会見で、近く見込まれる反転攻勢について、成功のための準備はほぼ整っていると述べ、年内にロシアに勝利し、戦争を終結させることに意欲を示しました。一方、ロシア国内への攻撃については否定しました。ショルツ首相は、必要な限り支援すると述べ、ウクライナへの支援を続ける考えを示しました。ドイツは13日、戦車や弾薬など27億ユーロ、およそ4000億円の軍事支援を発表しています。ワグネル・プリコジン不満大爆発、明らかにプーチンのロシアはしくじった。忍び寄る反転攻勢の足音。特別軍事作戦という名のプーチンによるウクライナ侵攻が始まってから早くも15ヶ月が経過している。ロシアの侵攻前であれば、多くの専門家が NATO 加盟国によるウクライナへの大規模な武器支援は絶対にありえないと思っていた。しかし、この常識はすでに時代遅れのものだ。ウクライナに対する各国の武器支援も増え、今ではウクライナによる反転攻勢がそろそろ始まるのではないかと注目されている。ただ、ウクライナに対する支援は、ウクライナがロシアを完全に打ち負かすためにはまだ十分とは言えないだろう。NATO 加盟国からしたら、ただでさえロシアはウクライナ支援に対してかなりの不満を持っており、いつの間にかロシアと戦っている相手であると責められている。各国はそうした中で、ロシアの逆鱗には触れても、プーチンが怒りのあまり、今以上我を忘れて核ミサイルの発射ボタンを押してしまわない範囲でしか、ウクライナを支援できていない問題がある。ウクライナは限られたリソースでより大きな成果を出すために、様々な工夫をしており、公式には認めていないが、クリミア半島での燃料貯蔵施設に対するドローン攻撃や、ウクライナ国境近くのロシアの貨物列車の爆発に関与していると思われる。これらはロシア軍の補給に影響を与える。これらを含めて反転攻勢の第一段階として捉えていいのか。ウクライナの反転攻勢はどこまでロシア軍に打撃を与えるのか。そして占領地をどの程度奪還できるのかについてはまだわからない。ただ、ウクライナにとっては、今後も国際社会からの支援を得続けるためには、反撃によって成果を上げる必要がある。ゼレンスキーとしても、作戦の開始時期については慎重にならざるを得ない。無論反転攻勢の結果、ロシア軍の戦線が崩壊したとしても、プーチンが敗北を認め、ウクライナから軍をすぐに撤退させない可能性が高い。しかし、今後ロシアはウクライナから奪還される失地を簡単には取り返せる保証がない。この反転攻勢はウクライナにとって天王山になるだろう。準備不足で始めてしまった侵略の弊害。ロシアの特別軍事作戦がうまくいっておらず、予想よりも長引いているというのは周知の事実である。その理由はいくつもあるが、中でも特に深刻なのは、ロシアが準備不足のまま戦争を始めてしまったという問題であろう。
プーチンがいつウクライナへの侵攻を決意したのかについては、いまだにわからないことがたくさんある。しかし、それでも専門家の間では、今回の戦争の青写真を作ったのは情報機関であったという見方が主流であり、仮に軍上層部の作戦立案への関わりがあったとしても弱かったと考えられる傾向にある。ウクライナに侵攻させた軍の部隊の規模を見ても、プーチンは侵攻前、明らかに楽観視していた。欧米から制裁が課される覚悟はしていても、ウクライナでの戦争が長期戦になることはあまり考えていなかったように見える。そのため国内における弾薬や兵器の増産体制を構築しないままウクライナへ侵攻してしまった。この問題は欧米のメディアでは何度も指摘されたが、ロシアの前大統領のメドベージェフ安全保障会議副議長も以前 SNS にて、敵は我々の生産体制についていろいろと指摘しているが、我々は近いうちに生産スピードを上げることができるだろうと半ば認めていた。しかしまだ改善は見られない。プーチンの選択肢を狭める対ロ制裁。ロシアがこの状況を打破できていないのは経済制裁によるところが大きい。ウクライナに侵攻してからロシアはスウィフトからの排除や石油価格上限設定をはじめとするさまざまな経済制裁を課されている。これらはロシアの戦争継続能力に対して直接打撃を与えることはできなかったとしても、プーチンの資金繰りにはある程度の影響を及ぼすことができる。制裁のせいでプーチンは戦争のための資金調達にエネルギーを注がないといけないし、ルーブル安が続けばより高い金額で武器・兵器に使う半導体や材料を外国から買わなければならなくなる。またプーチンはこの戦争で中国からの支援を期待していたようだが、それも限定的である。中国としてはロシアが倒れることは避けたいと考えていても、制裁を課されてまでロシアに協力したいとは考えていない。そのためロシアに対して半導体は輸出してもすぐに実戦で使える弾薬や兵器を売ることに対しては慎重だ。制裁の効果はすぐに出ないかもしれないが、プーチンの行動の選択肢を狭めることができる。不満を表明するプリコジン。ロシアのウクライナ侵攻がうまくいっていないことに対しては戦場からも不満の声が聞こえる。中でも目立つのは民間軍事会社ワグネルの創始者であるプリコジンの発言だ。彼はプーチンのシェフという異名も持っているが、ことあるごとに SNS にワグネルの兵士は俺のためではなく祖国のために命を落としてきた、弾薬が十分にあれば大半の兵士が命を落とさずに済んだという旨の動画を上げ、国防省を批判し弾薬不足問題について日々不満をぶちまけている。これらの発言は両親からではないだろう。正確な数はわからないが、プリゴジンは6ヶ月ほどウクライナでの戦闘に参加したら恩赦をやると元囚人も刑務所からスカウトしてきた。そしてワグネルの戦い方は相当過酷であり、突撃部隊は上官の許可なく撤退したり命令に背いたりしたらその場で処刑されると有名だ。弾薬さえあればワグネルの兵士は死なずに済んだという主張には説得力がない。そのプリゴジンだが、ここ最近では目立つ発言をしている。例えば4月の中旬にロシア軍がドネツク州全域の制圧ができそうにない、ウクライナの反攻で敗北する可能性があるという旨の理由でプーチン政権は軍事作戦の終了を宣言する時が来たという主張をした。このような主張はロシアでは異例である。また5月4日にはワグネルの兵士とみられる死体を背に放送禁止用語を連発しながら、ショイグ・ゲラシモフ、弾薬はどこだと問い詰めるビデオを上げ、6日には弾薬がなければワグネルは5月10日にバフムトから撤退すると騒いでいた。たださすがにこれに対してはかなり厳しいことを言われたようで、プリコジンはバフムトからの撤退は祖国に対する反逆になると示唆されたと発言している。うがった見方をすればプリコジンはワグネルの名前を宣伝する目的で過激なことを言って注目を浴びようとしている。ただこのようなやり方でワグネルの知名度が上がったとしても、国防省から弾薬をもらえない組織に積極的に入ろうとする人は出るとは考えられない。ワグネルの担当しているバフムトでの戦闘はかなり長期化しており、ロシア側が期待しているような成果を出せていない。またロシア軍とワグネルの連携はうまくいっていない。
そのためプリコジンはその責任を国防省に対してなすりつけようとしているように見える。